皆さんこんにちは、中尾です。今日はですね、動画に来たコメントについて返信していきたいと思います。ぜひぜひ皆さんどうしようしコメント書いてください。まずは、大学生の講師とか募集するのはぜひお手伝いしたいなと思います。これすごい塾の話ですね。すごい塾オープンしたら、もしね、近場にあったらぜひぜひバイトしたいですっていうふうに言っていただければありがたいですね。とても楽しい場所になると思ってますので、ぜひ、楽しみにしてください。続いて、こんにちは。塩分法アルティメットはどのレベルまで対応できるでしょうか？早期の分法対策には厳しいでしょうか？紹介していただけると嬉しいです。これ竹岡先生のやつですかね。うん。まあ、過去問を追加でやる前提であれば全然対応できるとは思いますよ。もちろんその、あれやってれば全部の問題が解けるわけではないと思います。早期の問題、みんな解けないようなのが出てくることありますのでね。ただ、まあ、解けなきゃいけない問題をやるためにはあれプラス過去問、アルティメットプラス過去問で全然対応できるんじゃないかなとは思いますね。まあ、あとはその手前のね、網羅系の分野順になってるものをしっかり仕上げた上でアルティメットやっていけば対応できるかなというふうには思いますね。はい、続いて登録者1000人おめでとうということでありがとうございます。これね、あのすごい塾発表の動画から結構ね、急に登録者が増えてくださって、まあ、1000人いって嬉しいなとは思ってます。ここで満足せず、一人でも多くの方に見ていただけるよう面白い動画作っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。生放送なんかもね、ちょっとしたいかなとは思ってるんですけどね。続いて、早稲田教育を地理で受けようと思っていて、地理の参考書を紹介してほしいです。地理の参考書なんかもね、今後も紹介していきたいかなと思います。参考書はいっぱい紹介していきたいと思いますし、一回で何冊か紹介したりも今後はちょっとやっていこうかなとは思ってます。はい、こう、おきたいということですね。続いて、スキンフェードいけてるぜ。これ髪型のことですね。実は今日これ、ちょうど髪切ってからね、来てるんですけど、まあ、スキンフェードという髪型がね。だからね、やってくれるところが少なくて、今回はね、やってくれるところの、すぐ近くで実は撮影もしてるというような感じですね。はい、続いて、中森先生の参考書解説は安心感すごいということ。ありがとうございます。まあね、やはり私は、この本を使うと、どんな人に向いてるのかとか、どういう役割を果たすのかみたいなね、優劣をあまり話したくはないというか、どういう適性があるのかっていうことを話していきたいかなと思いますので、どの本も使いたくなるような、そんなレビューが、できるように心がけてますので、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでですね、コメントどしどし、応募してますので、よかったら書き込んでください。今回は以上です。